こんにちは、マニコです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はルノルマンカード36枚全展開グランタブローのハウスからカードを読む方法でリーディングしてまいります。よろしくお願いいたします。ハウス・ザ・はカードが出てきた場所ですね。ルノルマンカードには1から36までカードにそれぞれ番号が割り振られていますが、カード番号と同じ数字の場所にもカードが象徴する事柄が宿っているという考え方で、場所が示す意味と実際にその場に出たカードが示す事柄を掛け合わせて読んでいく方法です。今回は宿女が出てきた場所、その数字に該当するカードがテーマとなります。性別に関係なく宿女はご自身の象徴カードとして見ていただくことになりますので、宿女が出た場所からスタートして次々に番号をたどっていき、回り回って最終的に宿女のカードにたどり着いたら終わりです。宿女に行き着くまでにカードが何枚になるのか、この枚数はテーマとなる事柄に一定の答えや解決などが見られるまでの期間として見ていただこうかなと思っています。たくさんでしたら時間はかかるけれども、その分多くのメッセージがもらえるかもしれない。少なければメッセージは少ないけれども答えが出るまでが早い。出た番号順にたどっていく方法ですと、もしかしたらばらつきがねかなり出るかもしれないんですが、その場合はタロットで調整していこうかなと思います。では選択カードをご紹介させていただきます。それぞれ使用するルノルマンカードの宿女のカードになります。左から1番、2番、3番になります。今回はルノルマンカード36枚のグランタブローで展開してから、宿女が出てきた場所、その数字に該当するカードがそれぞれのテーマとしようと思っていますけれども、それプラス補助的にタロットを1枚引きたいと思います。タロットは見ないで決めたいという方はこのまま動画を先に進めてください。選択肢がお決まりでない場合は恐れ入りますが一時停止での対応をお願いいたします。ではテーマの補助となるタロットカードを見てまいります。1番ペンタクル10、2番ダイアルカナ等、3番ソード6。1番は目的達成、願望成就。2番はハプニングと改革。ハプニングっていい意味でも良くない意味でもあると思うので、どちらが出てくるのかはカードを展開してのお楽しみですね。3番は心機一転、実際に新天地へ赴くということなのか、何かのきっかけで現状を新たな気持ちで向き合うタイミングが来るのか、こちらもカードを展開してからのお楽しみになると思います。なかなかね、決まらないっていう場合は、気になるものをご覧いただいて、その後でしっくりくる内容のものがありましたら、ご自身のこととして受け取っていただけたらいいかなと思います。では、1番から順にリーディングしてまいります。1番をお選びいただいた方のリーディングになります。オープニングでそれぞれ補助カードとしてタロットを1枚ずつ引いていますが、1番はペンタクル10になります。今回は宿女が出てきた場所、その数字に該当するカードがテーマとなります。性別に関係なく宿女はご自身の象徴カードとして見ていただくことになりますので、宿女が出た場所からスタートして次々に番号をたどっていき、回り回って最終的に宿女のカードにたどり着いたら終わりです。ハートのカードが出ていますので、
1番をお選びの方の今回のテーマはハートのカードとタロットのペンタクル10ということになります。なので愛情、恋愛の目標達成、願望成就としてリーディングしてまいります。1番さんのカードは全部で32枚になりました。8枚を4段で並べています。これだけでもグランタブローですよね。実際グランタブローのハウスで読んでいくわけですが、初めからこの形と言われても違和感がないくらいの枚数になっています。32時間なら1日と8時間、32日ならおよそ1ヶ月ですね。32週間なら7ヶ月ちょっとくらいでしょうか。32ヶ月なら2年半くらい。さすがに32年は長すぎるので考えたくないですね。週や月などの単位なら、その間にテーマ以外のこともいろいろ起こりそうな気もします。ではカードを見てまいります。基本運、感謝、ハート。今回ここはテーマ、お題になっている場所です。恋愛または恋愛以外での愛情も含めて、愛情にまつわる目標達成や願望成就はいつ頃になるのか。タロットのペンタクル10は次の新しいサイクルの始まりを暗示させるので、過去に区切りをつけ、未来へ向けて新しく一歩を踏み出す、何かが動き出す、そのような感じをイメージします。愛情、月、人気者、あるいはアーティストタイプの方との恋愛、みんなが憧れるような華やかさ、もしくは非凡な才能、その世界観を含めて惹かれている、月の直感、インスピレーション、もしかしたら一目惚れレベルの出会いを暗示するのかなとも思います。人気、豊かさ、星、今後についての嬉しい予感、なぜか恋愛以外のこと、仕事も何もかもが順調になっていく予感、先行きが明るい、運が開けてきたという感覚ですが、努力も忘れないと出ています。希望、クローバー、ひらめき、アイデア、唐突に何かを思いつくような暗示、お相手との距離感を縮めたいとお考えならば、その作戦でも思いついたのでしょうか。クローバーは七夕的なラッキーも意味しますから、予期せぬところでバッタリということもあるかもしれません。幸運、成就、騎士、出会い、待ち人、有益な情報、特定の思い人や交際相手がいらっしゃらない方には出会いの予感、片思いの方ならその方とちょっとお近づきになる、あるいは戦略的に相手を知る努力、情報収集がうまくいくような感じがします。待ち人、目的、家、原点に帰る、先ほどの出会い、待ち人などちょっと浮かれていた自分に気づいて心を落ち着かせる、自分のペースを取り戻すようです。それにより状況判断が的確になっていく予感です。家庭、期待、蛇、期待が大きすぎる、結果を少し急いでいたのでしょうか。期待外れな感覚が少し出てくるようです。敵、不正、熊、ライバルがいるような気がする、お相手に誰か別の相手がいたらどうしようなど、嫉妬のような感情が湧き上がってくるかもしれません。後ろ盾、等、どっしり構えていることでネガティブな感情を抑え込むようです。比喩として物事を俯瞰で見ると言ったりしますが、一歩引いたところで全体を客観視する、少しそういったことを意識なさるといいかもしれません。職場、ルール、道、道のカードは選択や自分の道、生き方などを見つけていくといったことを示したりしますが、今回はルールと絡めて正しい道のりのように解釈します。前方に見えている道に沿って進む、先回り、ショートカットなどはせずに一歩一歩進むような感じをイメージしました。選択、天気、山、この道で合っているのか、正しい方向に進んでいるのかといった迷いの気持ちが少し出てくるような、少し道が険しくなってきたような感じをイメージします。最初は順風満帆、何もかもうまくいっている、そのおかげで何もかもがキラキラと輝いて見えていたのにという思いがあれば、なおさら着実に進むことに対して少し焦りも出てくるかもしれません。
試練、目標、棺、試練の時が終わっていく予感、何が試練だと感じていたのか、それによりますが、ご自身の内側から来る焦り、嫉妬のような感情があったとするならば、それがスーッと消えていくような感覚を味わうかもしれません。遺産、終了、怒り、ネガティブな感情を乗り越えた先に気持ちの安定が来るようです。基盤を築いていくという暗示でもありますから、ここでしっかりと今後についてを考えていくようです。ここまで来るともうあまり迷う気はしません。安定、信頼、コウノトリ、お気持ちが安定したところで状況に変化が訪れる暗示です。ご自身はあまり変わっていないけれども、少し周囲が慌ただしいような感じがあります。それはライバルが脱落していくのか、逆に増えるのか、ご自身を取り巻く周囲の人間関係での関係性に変化が出ているような。間接的に何か影響があるかもしれないので、見守るといった感じがあります。転居、変化、ネズミ。あなたにとって良くない関係、もしかしたら一方的にこちらをよく思っていないような人物、あるいは別に人となりは嫌いとかではないけれども、利害関係で敵視してくるような人物を思わせます。ちょっとしたこと、例えば直接的な悪口ではないけれども、地味にこちらを下げるようなことを周囲に言うなど、今までそういう人じゃなかったのに、という人物の可能性もありそうです。思い当たることがなければそれが一番ですが、少し周囲に気を配ってみるのもいいかもしれません。損失、犬。一つ前の項目、ネズミのカードからの流れでここを読むと、フレネミーのような感じがします。周囲をよく観察してみてください。本当に信頼できる人とそうでない人の見極めをすること、それを意識してみる。そういったことが必要になる場面があるかもしれません。友人、調和、ゆり、品の良さ、節度ある態度、仮に前の項目のようなフレネミーが潜んでいたとしても、毅然とした態度で挑むこと、下手にやり返そうとしないことで周囲を味方につけるような感じがいたします。セクシャル、船、ちょっとした冒険のような感覚をイメージしました。今まで性的に奥手だった方はその殻を破るような、ご自身で自覚してそこを乗り越えていくように感じます。特にそういった傾向にはないという方でしたら、今までの価値観とは少し違った発見がありそうです。旅、承認、庭園。いつもより交友関係を広げる機会が巡ってきそうです。人脈を広げることで得られるものがあるような感じがします。社交、紳士、ここに恋のお相手が出てまいりました。性別に関係なく淑女をご自身として見ていただく関係で、恋愛の場合は紳士は性別に関係なくお相手の方として見ていただくことになります。片思いの場合は距離を縮めるには社交の場を利用するのが有効のようです。複数の人たちが集まる中にチャンスがある。もしかしたらその中に協力者もいるかもしれませんね。すでにお付き合いのある方でしたら、より一層距離が縮まる、周囲にお二人の関係を周知させるような意味合いもあるかもしれません。出会いがまだこの時点でないという方は、積極的に社交の場に顔を出すといいことがあるかもしれませんね。基本運、悲しみ、樹木。基本運と見るなら、ゆっくりとしているけれども着実な進展を表すようです。悲しみと見るなら、癒しが訪れそうな予感です。悲しみは恋愛以外の対人、人間関係でのことでしょうか。ここに至るまでに出てきたことと関係がありそうです。健康、成長、太陽、発展性、将来性、運気が盛り返してきた感覚、一つ前の項目でゆっくりだけれども着実に進展していくということ、その手応えと悲しいこと、辛いことに癒しが訪れたような感じがありましたが、それらが活力を与えてくれるのでしょうか。恋愛も恋愛以外の人間関係についても、より良い関係に育てていけるような予感があるようです。成功、将来、花束。将来を約束されたように祝福の花束が出ています。場合によっては思いを寄せるお相手、恋のお相手の方から匂わせるような発言、態度が出るかもしれません。贈り物、好意、鍵。
相手が示す行為、それは素直に受け取っていいのか、誰に対しても同じように優しかったり思わせぶりな態度だったりしないか、嬉しさの中で舞い上がったりしないようにあえてそのように考えようとしているようにも見えます。心を開くという意味で鍵のカードが出ているようです。解決法、運命、魚。物事の流れが良くなっていく、滞りなくことが運ぶような感じが示されています。それはまた後に大きな利益や発展につながっていきそうでもあります。魚は金運、財運などを表しますが、ご自身にとっての財産として考えていただくといいと思います。金運、好機、鎌、収穫の鎌が出ています。好機を逃さずにということ、ここがチャンスと思ったら躊躇している暇はありません。収穫、喪失、取り、他者とのコミュニケーションの中での収穫と喪失。幸せいっぱいだったのに誰かと話している時に関係ない話題からふと不安がよぎったり、逆にいいこと聞いたなんて情報ももたらされるかもしれません。これは恋のお相手についての情報でしょうか。ただし本人から直接聞いたわけではないことは話半分に聞いておくのが良さそうです。ゴシップ、口コミ、無知、噂話に花を咲かせているところで、明らかに悪意がある嫌味を言われた、あるいは悪意はないかもしれないけれども素で気分を害することを言われたとすると、それはその人が日頃から自分をそう見ていたのかもなどという疑問が出てくるかもしれません。口論に発展しないよう冷静な対応を心がけた方がいいかもしれませんね。禁欲、問題、十字架、身に覚えのないことで他者から責められることがあるかもしれません。誤解ならきっと解くことができますから、冷静な対応を心がけること、心を落ち着かせてその時を待ってください。スピリチュアリティ、癒し、指輪、他者との絆を実感しそうです。それは恋のお相手かもしれませんし、信頼できる友人かもしれません。日頃からの態度で人望を得るようです。恋愛に関しては強い結びつきも感じるかもしれませんね。約束、絆、手紙、メールなど文字で思いを伝えることに月がありそうです。文章があまり得意ではないという方は写真やスタンプなど使ってもいいと思います。伝達、証、宿情、思いが伝わる、その証を得られるような予感がここに出ています。ここに至るまで長かったでしょうか、それともあっという間でしょうか。この先についてはまた別の機会に。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。2番をお選びいただいた方のリーディングになります。オープニングでそれぞれ補助カードとしてタロットを1枚ずつ引いていますが、2番はダイアルカナ等になります。今回は宿女が出てきた場所、その数字に該当するカードがテーマとなります。性別に関係なく宿女はご自身の象徴カードとして見ていただくことになりますので、宿女が出た場所からスタートして次々に番号をたどっていき、回り回って最終的に宿女のカードにたどり着いたら終わりです。最初のカードは13番になりますので、2番をお選びの方の今回のテーマは子供のカードとタロットの等になります。何かが始まること、ハプニングと改革としてリーディングしてまいります。ハプニングはそれだけではいいことなのか良くないことなのかはっきりしませんので、何が待ち受けているのかはカードを見てからということになりそうですね。実はですね、今回宿女のカードは13枚目に出ていたのに12枚目と勘違いして間違ったカードを選んだままリーディングを行ってしまいました。編集段階で間違いに気がつき、急遽リーディングし直して差し替えております。本来でしたらカードのピックアップから展開し直すまでを動画でお届けするはずだったんですが、結果のみの映像にさせていただきます。2番さんのカードは今回29枚でした。ルノルマンカードは36枚なので
多い方かなと思います。29時間なら1日と5時間、29日ならおよそ1ヶ月、29週間なら半年くらい、29ヶ月なら2年半くらいでしょうか。29年は長すぎるのであまり考えたくないですね。ではカードを見てまいります。基本運、感謝、子供、ここのカードがテーマとなっています。始まり、素直さ、純粋さ、経験が少ない、未熟という見方もできますが、その分先入観や偏見も少なそう、素直な気持ちで物事を見れるという捉え方もできそうです。まっすぐに余計なことを考えず、ただひたすら目標とすること、あるいは興味のあることに向き合っていくようでもあります。子供の頃ってこれやったから何になるんだろうみたいなことなどは考えずに、他人から見たらすっごくくだらないことに没頭するっていう経験は多少なりともみんなあるんじゃないかなと思うんですね。大人からすれば遊んでばかりいないで勉強しなさいみたいなことでも、その好奇心が後々役に立つこともあったり、そこから本格的な勉強研究へと進む方もいらっしゃるかもしれません。そういったことでのハプニングと改革、今回はそのようなことが軸となっているようです。子供運、始まり、庭園、子供の頃からの交友関係をイメージします。そこから同窓会、ハウスである子供と庭園のコンビネーションで見ると、校庭、公園、子供会という解釈もあります。校庭にタイムカプセルを埋めたとかなら、一緒に掘り起こすイベントなど、そういうのワクワクするな、懐かしいな、とポジティブに捉えるのか、黒歴史が埋まってるようであまり過去は振り返りたくないと思うのか、それぞれに思いはありそうですね。社交、棺、過去のご友人関係からのことなのか、それ以外のことなのかは分かりませんが、複数でのお付き合いのグループ、コミュニティなど、何かが終わりを迎える。例えば、それこそ学校など、もともとが期限付きで一時期一緒に同じ空間で同じ時間を過ごす仲間ということでしたら、その期限が来るのかもしれません。そうではない場合は、その付き合いに見切りをつける、単に興味が持てなくなったのか、何かしらの利害関係で集まっていたけれども思っていたような成果がなくて、その時間がもったいないと思うようになったのか、あるいは自然と消滅していったのか、こういう関係の整理が少しあるかもしれません。遺産、終了、無知、一つ前の項目、棺のところに関係しているのかもしれませんが、過去の交友関係、コミュニティがそれ以上の成長が見込めなくなり、解散なり、脱退なり、自然消滅なりした後で、そのコミュニティで行っていたことを引き継ぎ、別のグループ、組織、コミュニティが立ち上がると想定してみるとですね、そこでのトラブルを暗示しているかなと思います。誰が新しいリーダーになるのかとかでしょうかね。禁欲、問題、魚、無知からの流れで、例えば新しく組織、コミュニティの中心、リーダーになりたがっている人がいるとしてですね、周囲はあまり積極的に賛同していないような、それでいて自分がやるのは面倒だから避けているような、微妙な空気感を想像してしまいました。なぜだか知らないけれど、やりたがる人ほど向いていないということありますよね。あんまり向いていなさそうな人に任せると、スケジュール管理、お金の管理がちょっとまずいことになりそうですよね。不正というより、結局誰かがやり直すなどして二度手間三度手間になるなど、そういう感じをイメージします。物事の流れが滞る感じですね。金運、後期、家、ハウスの魚と家のカードをコンビネーションで見るなら、故郷に錦を飾る、財を得るという嬉しいキーワードがありました。また魚屋なんていうまんまなものもありますけれども、ここでは家そのもの、家庭というよりはホームグラウンド、活動拠点として考えた方が良さそうな気がします。お仕事でしたら職場、趣味などでしたら何かしら活動していらっしゃるのであれば、その拠点となっている場所、もしかしたら本当にご自宅かもしれませんが、その集まりの中の人たちも含めてホームということですね。少し前にトラブルまではいかないけれども、対人、人間関係で面倒なことになりそうな予感がしていましたが、それらが片付き、なんとなくいろいろなことに運が巡ってきたような感覚を味わいそうです。家庭、期待、本、お仕事など終わってからのご自宅での
過ごされる時間が有意義なものになりそうです。お勉強や調べ物、あるいは趣味の読書でもいいので、静かに知的好奇心を満たすような時間を作ってみる。お忙しい方でしたら1日ほんの数分でもいいので、必ずそれをやってみるというようにしてみたら、時間をかけてダラダラやるより案外集中できてよかったなんてことになるかもしれません。学習秘密カマ本のところで、知的好奇心を満たすことにより、それが何かしらの収穫につながっていくような感じがします。秘密と解釈するならば、行間を読むなど、表面をさらってたらわからなかったことを深掘りして何かしらの発見につなげるような感じをイメージしました。収穫、喪失、ユリ。得るものがあれば失うものもある、その逆もですね。ユリはいろいろな解釈ができるカードですが、母親との関係として考えるならば、子供の頃からの関係から少し変化があるように感じます。子供の頃から大人になった今までずっと変わらずに仲良し親子という方には、全く関係のないこととしてスルーしていただきたいんですが、なんとなくうまくいってないというより、お互い直接ぶつかり合ったわけでもないけど、なんとなくわだかまりとして残っているようなこと、そういうことが終わりでしたら、それについて長年のモヤモヤしたものが晴れていくような感じをイメージしました。思い切って聞いてみたら、お母様と子供時代のご自身が思っていたことに認識の違いがあった、大人になってみて初めてその時の状況が理解できたなどですね。そういう気づきのようなことと、新たに親御さんや影響を与えてくれた人たちに感謝したくなるようなことがあるのかなと思いました。そういうことではなくても、感謝の気持ちを伝えることもいいことだと思います。セクシャル、ハート、ここへ来て急に恋愛の要素が出てきました。大人のお付き合いの関係、今回のテーマのハプニングがここに関係しているのであれば、お付き合いする前に関係を持つような突発的な出来事を想像してしまいます。もしかしたらね、ご友人関係でそれまで恋愛対象だと思っていなかったようなお相手と結ばれるような感じでしょうか。あるいは関係にまで発展はしなかったとしても、急にそういう感情が芽生えるなど、それこそ子供時代から知っているお相手かもしれませんね。愛情、コウノトリ。愛情でコウノトリというと妊娠出産をイメージしてしまいますが、コウノトリには転居や物事の変化も象徴します。内面というより物理的な変化を伴う状況の変化という感じなので、愛情に変化があるというより、愛情、恋愛の進展でしょうか。そこから影響を受けて何かしら生活に変化があるように思います。ご自身ではなく、身近なところでおめでたいことがあったとするなら、職場の異動があってその影響が出るということも考えられそうです。転居、変化、ネズミ。環境の変化のどさくさに紛れて物をたかりに来るようなズーズーしい人を想像してしまいました。そういうことではなかったとしても、環境が変わるときに何かしら問題が潜んでいないか、ちょっと注意深くなっておくと良さそうです。ちょっとした問題点が潜んでいるかもしれない。それは初めは小さなことでも放置することで面倒なことに発展するかもしれない。なので小さなうちに潰しておくということですね。何かの変わり目の時には注意してみるといいかもしれません。喪失、指輪。ご自身の落ち度ではないところで何かを失う可能性、盗難、横取り、横やり。大事なものは警戒しておいて損はないかもしれませんね。何事もなければそれでよし。貴重品などはしっかり管理なさるといいと思います。指輪は契約の意味もありますから、大事な書類には不備がないように念には念を入れてチェックすること。契約書には重大な見落としがないか、不利になる条件が盛り込まれていないか注意するなどですね。約束、絆、蛇。不倫や浮気、契約時のミス、そういったことに思い当たることがなければ嫉妬心などでしょうか。なんとなく恋愛というよりご友人関係での嫉妬心を思い浮かべてしまいました。表面的には仲良し、感じのいい人だったとしても、嫉妬心が心の中で渦巻いている場合はフレネミーの可能性もありますよね。そういうのを見抜くのはなかなか難しいかもしれませんが、日頃から周囲の人たち誰に対してもできる限り気配りしたり、最近どうなど相手に興味がありますよという姿勢でいると多少は防御になるかなと思います。敵、不正、船。船は挑戦するというイメージもあるんですが、この場合は敵や不正行為に立ち向かうということでしょうか。とはいえ真っ向勝負とは限らないですよね。
例えばズルしてうまいことやってるなみたいな人がいたとしても、その相手に同じような不正で対抗するのではなく、あくまでも正攻法で立ち向かう、そして実力を見せつけてやるという勝負の仕方を思い浮かべました。旅、承認、十字架、見識を広める、異なった価値観、それらが自発的というより、なんとなく流れで、なんなら面倒だからできれば避けたいなぁと思っていたことだったけれども、お付き合い程度になんて思っていたら案外ハマったみたいなことをイメージします。物事の見方が変わる新たな視点を得るような感じかもしれません。スピリチュアリティ、癒し、星、物質ではなく精神的な面での理想、お仕事などの目標というより人生の目標、ご自身の内面の成長を望むような感じをイメージします。物理的なことを変化させるには限界があるので、内面を変化させてみる、先ほどの十字架のところでも新たな視点を得るような感じと申し上げましたが、ここでもそういった視点を変えることで別の捉え方をしていくといった内面的な変化のように感じます。ある意味テーマの改革でしょうか。希望、花束、祝福される贈り物、希望が叶っていくという感じがします。場合によってはすぐに叶うことではなくて、長い時間をかけて、それこそ人生の目標としての願いであれば、その願いが祝福される、なんだか不思議とその目標に向けて都合がいいようにいろいろなことが進んでいくなと感じるとか、なんだか運が向いてきたなと思うようなこと、物理的な希望、例えば物が欲しいのであればお金を貯めるとか節約すればいいですし、収入を上げたいのであればお仕事を増やす、投資の勉強をするなど具体的な対策ができますよね。そういうものとは少し違うこと、心のありようとして理想の到達点があるとするなら、それに向けてのことのように思います。贈り物、行為、紳士、性別に関係なく淑女をご自身の象徴として見ていただく関係で、紳士もまた恋愛の場合は性別に関係なく恋のお相手となります。恋愛以外でしたら男性あるいは男性性、今回は恋愛のように見えます。愛の告白でしょうか。贈り物とするならば、何気ない時間の中で愛されているなと感じる、それが何よりも嬉しいといった感じを想像します。基本運、悲しみ、道、重要な選択を迫られる暗示がここに出ています。それこそ人生の岐路、道のカードは二者択一という意味合いも強いので、仕事と恋愛どっちにするのみたいな、本来比較対象ではないものの間で板挟みになるような感じを想像してしまいました。どっちを取るというか、その時々で優先順位をつけて時間の配分をしていくということかもしれません。自分なりのうまいやり方を探りながら見つけていくということなのかなと思います。選択、天気、月。月といえば直感、先ほどの選択により天気が訪れる予感ですが、そもそもその選択肢というのが、どちらをとっても結果はそう変わり映えしないようなことのような気がしてしまいました。しっかり考えたけれども答えは出なかった、じゃあ楽しそうな方でとか、先に依頼が来た方でとか、そういうちょっと適当じゃないかと思えるような決め方で決めたら正解だったみたいなことを想像します。実際にそういうことがあるかどうかは別としてですね、悩んで悩んで答えが出ないからと結果的に行動するのを諦めてしまうようであれば、すっごくもったいないことだと思うんですよね。そうなるくらいならどちらにしようかなで決めてもいいんじゃないかなという一つの提案のように思いました。人気、豊かさ、怒り、周囲からの評価が安定してくる前の方で、周囲に嫉妬されるとかフレネミーとか、なんだかちょっと不穏な感じのことも多少出ていましたが、そういうトラブルを跳ね返すくらいに周囲からの評価が上がるような感じをイメージしました。何かしら悪口を言われても、あの人そんな人に見えないけどとか、普段の言動からそんな人じゃないからと相手を諭してくれるような味方が増えるような感じを想像します。人間関係のしっかりとした基礎を築いたような感じがいたします。安定、信頼、山。安定っていうのは2番さんご自身のような感じがします。安定感のある人、信頼できる人なんですが、そのレベルに到達する人があんまりいないとして、少し孤立している感覚を味わうこともあるかもしれません。遠巻きにする人からすれば、高いレベルを要求されそうだからちょっと煙たいみたいな感じを想像します。何かしら目的があっての集まり、仕事などですね、そういう場では人間関係がうまくいっているに越したことはないですけれども、基本的に仕事しろって感じですから、やるべきことに集中した結果のようにも感じます。試練、目標、クローバー。
試練目標で七夕的ラッキーなクローバーが出てくるというのもなんだか拍子抜けですよね。幸運のお守りという意味もありますので、この先試練があったとしても何かに守られているんじゃないかと思えるような幸運に恵まれることもあるかもしれないというふうに解釈できそうです。幸運成就騎士、良い知らせがやってくる。騎士の場合は遠くからの知らせのような気がしますね。そしてその吉報の後には物事の急展開が待っていそうです。それまで時間をかけてきたという場合は唐突な変化のように感じるかもしれませんね。待ち人、目的、雲、ここへ来て目的が少しはっきりしなくなってくるようです。ご自身は何も変わっていなかったとしても周囲の状況などの変化があるとかでしょうか。先行きに少しの不安を感じることがあるかもしれません。障害、願望、鳥、他愛のない会話などにその解決策を見出すようです。ただしそのまま鵜呑みにするのは危険な気がしますので、きちんと調べてからの方がいいかもしれませんね。ゴシップ、口コミ、手紙、手紙は公的な書類や契約書なども連想します。口コミで評判になって売上アップということをまず思い浮かべましたが、場合によっては情報そのものを使っていく、データとして口コミその他の情報を収集する、それをどのように使っていかれるのか、ここからは見えてきませんが、なんとなくですね、作家さんやマスコミ関係の方を思い浮かべました。情報を加工して伝えやすいものにしていく、そのように感じます。伝達、証、祝状、何かが始まること、ハプニングと改革としてリーディングしてたんですが、いろいろな要素が散りばめられていて一言で締めくくるのが難しい感じしますよね。恋愛でしたら思いを伝え合い、客観的にその証を手にしていく、例えばご婚約、ご結婚などですね。そしてお仕事だと思うんですが、情報収集とそれを加工して伝えていくと考えた時に、こういう動画なんかもそれにあたるのかなと思いました。ブログやノートなどでテキストの情報を販売するというのもありかもしれません。趣味でやっていたようなことが実は収益につながるということも可能性としてなくはないと思いますので、機会があったら試していただきたいなと思います。すでに何かしら活動されているのであれば、知名度が上がっていく、評価が定着してくるという感じかもしれないですね。そうなるといいなと願いつつ、今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。3番をお選びいただいた方のリーディングになります。オープニングではそれぞれ補助のカードとしてタロットを1枚ずつ引いています。3番はソード6になります。今回は宿女が出てきた場所、その数字に該当するカードがテーマとなります。性別に関係なく宿女はご自身の象徴カードとして見ていただくことになりますので、宿女が出た場所からスタートして次々に番号をたどっていき、回り回って最終的に宿女のカードにたどり着いたら終わりです。3番をお選びの方の今回のテーマは、手紙のカードとタロットのソード6になります。手紙は伝達と証。証というのはね、私が勝手にアレンジを加えたものなんですが、各種証明書、公的な書類、免許証などを思い浮かべて証といたしました。誰かからの連絡を待つ、あるいは情報、あるいは証。証とは客観的事実、証明できること、物証、確証、それらを得てタロットが示す心機一転につながっていくことでしょうか。それとも心機一転から何かの証、確証を得るのでしょうか。ではカードを見てまいります。3番をお選びいただいた皆様のルノルマンカードは宿女を含めて26枚になりました。26時間、26日間、26週間、26ヶ月、26年間。さすがに26時間は短すぎ、26年間は長すぎな気がするので、あまり考えたくないような気もします。26日間はおよそ3週間、26週間はおよそ6ヶ月、26ヶ月は2年2ヶ月ですかね。どのくらいの期間でのことなんでしょうか。そのあたりも楽しみになってきますね。
基本運、感謝、手紙、ここが今回テーマとなる場所です。あなただけにそっと届けられる知らせ、通知、書類、それはもしかしたら思いを伝えるものかもしれませんね。あるいは折り入った相談があるんだけどなどですね。またはここだけの話なんだけどという前置きの情報、まだ世の中に出回っていない有益な情報ということもあるかもしれません。その情報、知らせを届けてくれた方に感謝するような内容のような気がします。伝達、証等、権利書、証明書のようなものをイメージします。職場、保守、伝統、運命、過去等が象徴する事柄から、過去から受け継ぐもの、遺産のような形で引き継ぐもの、またその正当性を示すもの、財産なのか技術なのか、政治家だったら人脈を受け継ぐということもありそうですよね。支持母体がどこどこなんて団体だったら、それが次の世代にもまるっと受け継がれる。どんなものなのかここでははっきりしませんが、万が一に備えてその正当性を主張できるもの、所有権がはっきりわかるものをきちんと整理しておかれるといいのかなと思います。職場、ルール、鍵、ここが鍵になってくる。新たな可能性、新規一点はここと関係が深そうな気がします。職場が鍵と見ると、これからのお仕事の方向性や職場での人間関係、またルールとして考えるならば、その場のルールに従うか、自分には合わないなと感じるのか、いい悪いなどの判断はここではできませんが、一つの大きなきっかけとして影響してくる可能性があります。タロットの総度6はテーマの補助として一言を選ぶ関係で新規一点としましたが、このカードは一度退却して立て直してから再び戻ってきて勝利するという暗示もあるカードです。いずれにしろ今現在がどういう状況なのか見極めることが重要になってくるかもしれませんね。解決法、運命、クローバー、運命に従う。運命は本人の意思に関わらず巡ってくること、それがいいことなのか悪いことなのかは別ですが、その巡り合わせがまるであらかじめ決められていたことのように感じたりするかもしれません。そういうふうに解釈して触りがないと思いますが、まるで運命のようだと感じる巡り合わせがここに出てくるようです。何に対してかここだけでは分かりませんので、カードからではなく私が思いついたことでお話しさせていただくならば、偶然の再会、新しく知り合ったと思った人が実は過去に関わっていることがあったなどですね。手放したはずのものが戻ってきた、これはちょっとホラーですかね。望んでいたものを送られた、そのように偶然から来る幸運をイメージいたしました。クローバーは期間で言えば短期的、ちょっとした幸運、七夕的ラッキーといった印象ですが、幸運のお守りの四つ葉のクローバーは見つけた時点で気持ちが明るくなります。持っているだけで幸せ、これからいいことがありそうな気がして幸せ、そういうこの先にまだ大きな幸運が待ち受けていると思えるような予兆としての幸運を思わせます。何かしらのトラブル、何かしらのトラブル、問題を抱えている状況であれば、それらの解決法がここで見えてくるようでもあります。幸運、成就、紳士、ここに紳士が現れると、性別に関係なく恋のお相手、その巡り合わせに幸運がある、思いが通じ合うといったことをイメージいたします。恋愛以外でしたら紳士は男性、あるいは男性性として解釈します。能動的、リーダー、成就と考えるならば希望の仕事に就く、あるいは独立してフリーランス、または起業するなど、幸運として見るならばそのような人物との出会いで良い影響を受ける、引き立てを受ける、そのような可能性もありそうです。基本運、悲しみ、樹木、一番のリーディングでも紳士の28番目のハウスが樹木だった気がします。3番さん、ご自身の傾向についてでしょうか。コツコツ型、大器晩成型、一足飛びにことをなすというよりは、地道にコツコツがご自身には向いているとお考えなのかなという印象を持ちました。樹木はゆっくりだけれど着実に成長する様子を暗示します。ここに至るまで運命だったり幸運だったり、ご自分ではコントロールできないものに出くわす可能性としていくつか出てきていましたが、そういうことがあっても地に足のついた感覚は忘れないということでしょうか。健康、成長、家、
安定感、安心感、周りに流されることなくご自身のペースで物事をしっかりこなしていく、それを目標としていくように見えます。家庭、期待、山、ここまでお仕事や恋愛に関して何かしら動きがありそうに見てまいりましたが、ご家族との時間や恋愛からご結婚へとして家族を持つという場合は少し先になりそうな感じがします。山なので目的地に到達するまで少し険しい道がある、あるいは険しい場所を迂回するならばその分時間がかかる。ここでもやはり着実に一歩一歩物事をこなしていくような感じがいたします。試練、目標、道、ここへ来て全体的に少し道が険しくなるような感じが出てきています。ですが目標をしっかり持つこと、自分の道を見つけていくこと、場合によってはどちらへ進むべきかという分かれ道、人生の岐路に立たされたような感覚を持つかもしれませんが、ご自身が将来的にどこへたどり着きたいのか、そのために何をするべきかなど、その時その時の目標設定がきちんとされていれば迷うこともないような気がします。選択、天気、魚、選択から天気が訪れる、鍵のカードのところと深く関わりがありそうな感じがします。新たな可能性として浮上したこと、それらが現実のものになりそうな予感がここに出ています。心の中で温めていたもの、計画など終わりでしたら実行に移すことを本格的に決意するような、恋愛でしたら進展がありそうな予感がある。その前に何かしら選択を迫られるかもしれませんね。例えばお二人の恋愛候補で気持ちが揺れるなど、イケメン貧乏かブサメン金持ちみたいなチョイスだったらまだ分かりやすいですけれども、フィーリングが合うかどうかとなると目に見える基準がないから難しいですよね。もしかしたら少し前にそういう選択があっての進展のように感じました。金運、好奇、熊、ここがチャンスと思ったら少し強引かなくらいにゴリゴリ押していくような感じで、とにかく行動、何が何でも好機を逃さないぞという意志の塊のようなものをここに感じます。クマは母親のように庇護してくれる存在も暗示します。後ろ盾、子供、ハウスにあたるクマと子供のコンビネーションでは安産や母親、母性愛などの解釈がされたりしますね。実際の親子関係ではなくても親会社、子会社のような関係、先輩と後輩、上司と部下、そういった上下関係や上下ではなくても頼れる存在との関係、その結びつきをイメージします。子供を純粋さ、無邪気な存在の象徴として見るならば、無邪気さで邪気を追い払うような感じをイメージします。素直そう、柔らかそうな雰囲気なのに実はすごく頼りがいがあった、いざという時めちゃくちゃ強いみたいなギャップ感も思い浮かべます。そのような方がねいらっしゃったら、そういう方とつながりを少し意識してみるといいかもしれません。子供運、始まり、騎士、子供のハウスは始まりを表しますが、ルノルマンカード1番に当たる騎士のカードも始まり、スタートをその数字からイメージします。騎士はスピード感がありますから、何かが始まるのであればスタートダッシュ、スタートを切った後もしばらくトップを走るようなイメージです。待ち人、目的、ネズミ、ハウスの騎士とネズミのコンビネーションでは驚く返事という解釈があります。ネズミはあまりいい意味に解釈しにくいですが、騎士は吉報をもたらすのでネズミのネガティブ要素を弱めてくれる。待ち人、人かどうかは分かりませんが、待ち望んでいたものが来るには来るけれども思っていたのと少し違った、そのような感じがいたします。損失、本、表面的にはあまり見えてこない部分での損失という感じがいたします。例えば、数字上では何も問題ないけれども、無駄な労力がある、無駄な用事を言いつけられたりして、個人的な時間が削られるなどですね。効率の悪さはいずれ数字にも反映されてくる可能性があります。学習、秘密、指輪、裏取引をイメージしてしまいました。先ほどの目に見えない部分での損失、その問題を解決するにあたり別の条件を提示して解決する、それはみんなには内緒ね
みたいなことなのかもしれません。またそことは切り離して考えるならば、秘密の関係、例えば学校や職場での恋愛でしばらくみんなには内緒にしておくなどですね。別にバレても問題はないけれども、変に気を使う人が出てくるのもめんどくさい、そういうこともあるような気がしました。約束、絆、狐、先ほどネズミのハウスで本の時に、表面的にはあまり見えてこない部分での損失として読みましたが、ここは表面的なこととは異なる真実がありそうな感じを暗示します。安易に約束をしない、契約など重要なものは特に慎重に。約束、絆で狐なので、この3つのワードを並べただけでも、親友だから、身内だからと、親しさ、絆から信用して連帯保証人になるという、よく聞く話を連想してしまいます。そこまでのことではなかったとしても、親しいから、身内だから、信用したいという希望で約束事を交わすのは少し待ってということのように思います。まだ全ての事実が明らかになっていない段階で決めないことを、即お断りができないのであれば、検討するので時間が欲しいなどで時間稼ぎしてみるとかですね。急がせるようであればそれは疑った方がいいですし、じっくり考えてとか言ってきたとしても、それが本心なのかはわからない、表面的なことだけで判断しないというのがポイントになってきそうです。策略、ハート。策略というと少し悪いイメージもあるかもしれませんが、策を講じる、作戦を練るみたいなニュアンスにすると少し違った印象になります。恋愛で見るなら、しばらく進展のなさに、これは何かしら手を打つべきではという思いが出てくるのかもしれません。あるいは恋がしたいのにいい出会いがない、あるいはあったけど良縁ではなかったので、可能性を広げたいという思いから、何かしら行動に移す計画を立てる、そのように感じました。恋愛以外でしたら、頭を使って計画を練りつつも、気持ちが大事とばかりに、自分だったらこうしたいという気持ちを込めていくことで、合理的ではないかもしれないけれども、他者との差別化が図れるいいプランが出来上がるといったようなことをイメージしました。愛情、庭園、やはり出会い大事とばかりに交流を広げていくような感じがします。リアルの付き合いだけではなく、 SNS で人脈を広げるということも含まれるかもしれません。お付き合いしている方がいらっしゃるのであれば、お二人揃って出かけることで、お互いの気持ちを再確認するようなことがありそうです。社交、犬、友人との交流というまんまな組み合わせで出てきていますが、交友関係の広がりから信頼できる友人、パートナーと巡り合ったり、実りの多いことがいろいろありそうな感じがします。友人、調和、鳥、3番さんが交友関係の中の中心的な役割を果たされるような感じをイメージします。別々の交友関係を3番さんが橋渡しの役割をなさってつなげていくとか、友人知人の中から、お仕事上でこういう人探しているんだけどみたいなお話があれば、適した人材を紹介なさるという仲介役のようなことまで、恋愛でしたらいわゆる紹介ですね。またご友人関係の中で、例えば A さんと B さん2人だったら一緒に出かけたりする気にはならないけれども、3番さんがそこに加わることで楽しい時間が過ごせる的な接着剤みたいな役割も無意識になさっている可能性としてイメージいたしました。飲みの席などで、お前がいないと始まらないというのは社交辞令がほとんどだと思いますが、3番さんの場合はリアルガチかもしれません。ゴシップ、口コミ、無知、コミュニティの調和、調停役のようなことができそうな3番さんですが、噂話などにうっかり加わると、そこから信用が失われていくかもしれませんので、注意した方がいいかなという感じがします。禁欲、問題、雲、なんとなくご自分を抑えすぎて疲れる、そういう感じがいたします。例えばご自分の中にあるネガティブな感情だったり、良くない習慣などを無理に封じ込めているとストレスになるし、反動から逆にその思いにいつまでも縛られたりするなんてこともあるかもしれません。見て見ぬふりをしていることがあれば、そのことについて一度向き合う必要性がありそうです。障害、願望、月、
仕事でも個人的なことでも高く評価されることを望んでいらっしゃるのかなという感じです。逆に考えるならば現状過小評価されているのかもしれませんよね。もしそうならせめて正当な評価が欲しい。評価としては高かったとしてもそれに見合った見返り報酬がないということも可能性としてあるかもしれません。人気豊かさ蛇。蛇は敵、嫉妬、偽りだけではなく魅力的であったりポジティブに変換するなら再生のシンボルでもあります。月は満ち欠けがあり姿形が変わりますから、新月から満月へ、満月から新月へ、蛇の再生ともシンクロするようです。3番さんに対抗心や嫉妬心を向けてくる人物がいる可能性もありそうですが、ハウスの月と蛇のコンビネーションでは魔術、魔力、神秘、サイキックな気づきといった解釈がされたりもするので、神秘的な魅力に対する憧れから来ているという可能性もありそうです。もしかして占いとかスピリチュアルとかそういう世界のことかもしれませんよね。ご自身でも占いをなさる方でしたら、それが好評を得ると同時に妙に執着してくるファンがつくみたいなことをイメージしました。月の満ち欠け、再生、月のサイクル、それらと合わせて考えるならば、それらは一定ではない。昨日まで敵意を向けられていた気がする相手が、今日はめちゃくちゃ信者みたいになってるとか、その逆もあるなど、とんでもないツンデレですね。他者の評価はそういうものとしてある程度受け流すことも必要になってくるかもしれませんね。敵、不正、淑女。人物ならまんま敵、不正があったならばそれらと対峙するとき、決戦のときという感じがいたします。今回の3番をお選びいただいた方、個別のテーマは手紙のカードからイメージする客観的事実、証明できること、物証、確証、それらを得てタロットの総読からイメージした心機一転へ、言い逃れできないような証拠を突きつける。物証ではない場合はそれまで知られていなかった悪事や不正、敵対行動が周囲にバレるなどですね。それらを片付けて心機一転、新しいスタートを切る、その準備が整うようです。ここまで26枚、26日なのか26週間なのか26ヶ月なのか、その先のことはまた別の機会のリーディングでということになります。では今回のリーディングは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。